ときめき駅を出発する東上屋駅行きも、は21、ときめき駅を出発し、焼き駅に向かう、月形駅行きも、は21施設の撤去が進んだときめき駅跡地。焼き川を望む線路跡が、自転車道として整備された、現在のときめき駅跡地。焼き川を望む、ときめき駅は、かつて、新潟県西神原郡、黒崎町ときめき東一丁目にあった。 新潟交通電車線の駅。黒崎町北部の大和寺地及び山田で福田組などを中心として開発が進められていた住宅地、ときめきタウン、黒崎の最寄り駅として設けられた。ときめきタウンは電車線を挟んで東西にわたって開発が行われた。公共交通が全くなかったわけではなく、電車線東側の新潟県道42号。 新潟黒崎インター線上には新潟交通の路線バスが発着する下山田バス停がまた北西側には同社の新潟西部営業所がありそれぞれ新潟市中心部や郊外方面に至る路線が運行されていたただしときめきタウンはこれらのほぼ中間にありどちらのバス停を利用するにもおおむね徒歩15から20分を要したまた黒崎町内には中学校が 黒崎町立黒崎中学校一校しかなく、ときめきタウンに在住する中学生の通学手段を確保する必要が生じた。さらに、寺地をはじめ道長の山田、吉久などの地区は、旧農村部を縫うような形で、宅地開発が進捗したため、道幅が非常に境外で、また道路整備も不十分なままだったことなどから、これらの地区を経由するバス路線を開設するのは、 非常に困難とされた。こうした事情から黒崎町は、新潟交通に対して、電車線の新駅設置を請願したものの、新潟交通側は、電車線の慢性的な不採算から終始難色を示した。町はやむなく、駅の設置費用を負担するという条件を付加して、再度請願。新潟交通もこれに折れる形で、新駅設置を決め、 諸費用を含めた1300万円強を町が負担し、新駅、ときめき駅が1997年3月16日に設けられた。開設後は、上記の通り、主に中学生の黒崎中学前駅への通学輸送に利用された。だが、新潟市中心部への通勤、通学需要に関しては、上記の通りもともと周辺にバス路線がある上、 電車利用では東艦屋駅で乗り換える必要が生じる。上に、運賃も高額で、さらに運行車両はいずれも、比例棒で近代化が立ち遅れていたことなどから、利用者数はほとんど伸びなかった。さらに悪いことに、ときめき駅の開業からわずか1ヶ月後の4月17日、新潟交通が電車線を全廃する方針を表明したため、黒崎町側は噴激その後同社は、 沿線自治体と廃止に伴う対策協議を始めたが、黒崎町とは、先のときめ気の建設費の負担をめぐって、終始紛糾、対策協議にも大きな影を落とした。結局1998年、新潟交通が建設費を全額町に返還することで、両者はようやく合意。こうして、ときめきは1999年4月4日の、 最終運行をもって、電車線の全廃とともにわずか2年20日の使命を終えて営業を終了した。廃止後、新潟市中心部からときめきタウンを経由して、黒崎町中心部の大野に至るバス路線が設けられた。ときめきタウン内には旧ときめき駅西約100メートルの指導場にときめきバス停が設置されたが、前日の通り、ときめき以南の区間は、 道幅が狭いため国道8号を経由する経路が設定された。2001年1月1日、黒崎町は新潟市に編入合併し、その後、黒崎地区では県道や市道の新規整備や改修が進捗した。幹線道路が乏しかった黒崎北部では山田、吉久周辺に所在する住宅地、焼き船団地の西側を経由する市道が整備。 されるなどしたため、ときめき経由のバス路線の経路もこの市道を経由するものに改められた。2007年4月1日の政令指定都市以降後は、この市道を経由して、西区役所が所在する、堺林地区方面を循環する、西区バス、黒崎ルートが開設されたが、利用者が少なく、不採算であったことから2010年3月31日をもって廃止された。黒崎地区では、 道路整備が進捗する一方で、公共交通網の再整備が進んでおらず、今後の大きな課題となっている。なお、西区、黒崎地区の内寺地、ときめき、山田など北部については、新潟市への編入合併以降、黒崎中よりも近い新潟市立小針中学校等への通学が認められている。前日の通り、周辺は黒崎北部土地区画整理事業によって、 整備された住宅地、ときめきタウン黒崎。建て住宅やアパートが多く、近隣には中華料理店などがあるものの、店舗等はごく少ない。現在は施設がすべて撤去され、線路跡は自転車歩行者道として整備されている。ときめき橋、ありがとうございます。